ガイドラインじゃないと。あ、意外と幼稚園が先に来たか。あれ幼稚園よりか。幼稚園よりだ。ゆうすけさんがあそこで。お、しーちゃんが、しーちゃんすごい冒険してるね、今。まっすぐ走ってて勝てるわけないだろうが。見切ってんのはな、自分が走った後にできるもんなんだよ。かっこいいセリフ。かっこいいセリフ。だけど、そこすごいサボテンだらけってことだよね。確かに。大丈夫だ。これやっぱり馬車壊すか壊さないか大事だね、これね。大事ですな、うん、あれ B ちゃんどこだろう。 B ちゃんもゴール手前にいるよ、もう。そっか、うん、あ、ってことは C ちゃんとユースケさんが今すごいいい勝負してる。まあ全体マップ見ると思うけど、そう、あのショートカットしたからね、うん、命がけでルート的には多分チョロボーの方が選んだスムーズにいける感じだね。うんうん、ちょっと有利、うん、ここら辺は散々野良から逃げまくったコースだから、まだ一箇所冒険できるコースがあるぞ。チョロ坊、それどっち行くか、どっち行くかで決まるよ、それ。前に、やだ、誰か、まっちゃんがお邪魔虫にしてみてる。まっちゃんトロップは、あー、壊れた壊れた、動かない、動かない、あ、ひどいひどいな。やめて、もうやめて、あー、車が、車輪が燃える、車輪が、あ、馬蹴飛ばしちゃった。来たけど、イーちゃんゴール。馬、おー、馬飛んだ、動いてきて、馬ビちゃんがボスしてる。すごいチョロボーとユースケさんいい勝負してるな。この二人は戦いは熱いぞ。ここは坂道があるのだ。それどっち選ぶかですね、またそれ。うんだね。ユースケさんもどっち選ぶか。それどっち選ぶかで、うん、これもしかしたらユースケさんとチョロボーがこの、ああ本当だ、あのレースのマークで勝ち合う。合流地点で出会うかもしれない。ああでもチョロボーの方が早いなこれ。やばい、でもユウスケさん冒険してる今。あ、行ったよ。えちゃんめっちゃターミネーターが行ったよ。俺ね、今何も食ってないからもうお腹ベコベコになってる。あの大冒険が良かったのかな。そうだね、多分上のルートを選んだのは多分正解だったんだね、これね。お前何やってんだよ。死んだじゃねえか。走ったら走ってゴールしたら、走ってゴールしたらいい。走ってゴールしたらいい。走ってゴール、どっちだ、分かんなくなってきたぞ。死んでしまえ、アホ。ブブ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 ブ